こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国画業ネイをリバースエンジニアで完成させ、そのノウハウで建造した初の中国産空母3トン。今回、この3トンが動かない状況をキャッチ詳しく見ていきます。今2番艦が建造されているが、こっちも動くのかな。中国海軍の最新鋭コピー空母である3トンが海上で動けなくなっていたのではないかとのニュースが軍事情報 SNS の27部隊軍事雑談で話題になっていると米国のラジオフリーアジア RFA が報じた。それによると3トンは2021年4月下旬に母港の三亜港を出港した後、1日以上も動かずに漂泊していることが衛星写真から分かったとの投稿があり、故障したのではないかとの憶測が飛び交っていて、その実戦での戦闘能力に問題あるのではないかと話題になっているとしている。また、先日宮古海峡を通過して話題になった空母、遼寧も、公海上で1日以上漂泊していたとの情報もあって、かつてネット上で話題になった中国の空母は張り子の虎説がまた蘇っているといて、遼寧もさんとも実戦では全く役に立たないことが証明された。などと揶揄されているとして、それを受けた中国国防省の報道官が会見で、中国の空母は、引きこもりのオタクなどではなく、10分は長距離の、外洋航行能力を保有しているとして、躍起になって、否定しているのが、異例のことだとも報じている。ただ、3トンが停止していたとの情報は、27部隊軍事雑談での投稿以外には見当たらず、中国海軍が5月上旬に南シナ海で演習を実施したと発表しているほか、遼寧についてもここで話題になっているほかに洋上を停止していたとの情報はない。また、報道では、遼寧が停止している様子であるとして、米海軍第7艦隊のイージス駆逐艦、マスティンが撮影した写真を載せているが、このマスティンの艦長が両足を伸ばしてくつろいだ姿勢で、遼寧、尉と一緒に写っている写真をよく見ると、遼寧の後方には、上機、航跡が見られるので構想中であり、勘違いか、フェイク情報ではないかと思われる。さらに、中国国防省の呉健報道官が、2021年4月29日の定例記者会見で、躍起になって否定しているとしているとのことについても、実際の会見報道とは、ニュアンスがかなり違っている。実際には、呉健報道官に記者から遼寧を含む艦隊が台湾周辺海域や南中国海、南シナ海で実施した訓練の状況説明を求められ、今後の空母艦隊で同様の訓練が常態化するのかとの質問があって、それに答える形で中国の空母は引きこもりではなく遠洋航行は常態であるとしているのだ。つまり、
報道官の会見破産問屋両ネイが停止したとの情報に対して、報道官が否定したのではなく、両ネイ、艦隊の訓練についての説明の一部であって、RFA の報道の真偽には疑問符がつくのだ。そもそもこのラジオフリーアジア、ラジオフリーアジア、RFA は、米国議会が出資して設立された短波ラジオ放送局なので、米政府系報道機関と言えなくもないのであるが、現実に起きたことを、中立的に正しく報道する機関ではなく、米国に敵対する国や勢力を批判する意見に偏った合衆国連邦政府の宣伝用放送局とされているので、今回の報道もどこまで信憑性があるかは定かではない。また、RFA は中国当局が山東、遼寧の実戦における戦闘能力問題の責任者として海軍の総監、元副参謀長が欠陥空母を建造した高官であるとして取り調べているとしている。宋学、元副参謀長は4月下旬に重大な規律、法律違反があったとされて全国区人民代表会議代表を罷免され、身柄を拘束されているという。しかし、この報道についても、韓国の中央日報などでは、元副参謀長の罷免は、遼寧の間コンマで、米国駆逐艦の侵入を許したことで、艦隊が空母を守りきれないことを露呈したことを問題視したとしていて、やはりニュアンスが違っている。中央日報では、さらに、遼寧艦隊を追跡していた、米国海軍駆逐艦や、日本の海上自衛隊護衛艦への対応の拙さを名目にして、以前から海軍の、増備計画に不満を持っていた、習近平の意向を忖度したのではないか、と、しているのである。今回の RFA による報道の信憑性はともかくとして、中国の2隻の空母や艦載機については何かと問題が生じているのは確かで、それに対するネットの反応も揶揄する声が多く、遼寧も山東も所詮はロシアの欠陥空母のコピー、大した脅威にはならない。どちらも機関に問題があるとしたら、故障だらけのロシア空母をしっかりコピーできている証拠だなどと言われている。しかしながら、実際に艦載機の発着艦訓練が行われていることから多少の問題はあっても、空母として機能していることは証明されており、日本の防衛省幹部が、中国海軍は空母打撃群を編成できるようになり、その能力が向上しているのは間違いないとしているなどのほか、中国海軍は現在ロシアの艦上戦闘機 SU-33 をコピーした J-15 を艦上戦闘機として配備していて、ロシア側からは SU-33 と比べたら同等以下と言われているものの、それなりの性能はあるとされていて、侮れないと警戒する声も上がっている。この J-15 については、3年ほど前に、香港のメディアが J-15 は墜落事故が相次いで発生したため、中国軍は代替機の開発に取り組み始めたと報道されたことがあり、第5世代ステルス戦闘機の J-20 の小型軽量版である J-31 が後継機種と想定されているとしていた。しかし、その後、中国海軍は
J31 は輸出用戦闘機であり、中国軍で運用することはないと否定されて、実際に遼寧と山東には J15 が配備されている。ただ、中国メディアの環球時報が2020年7月に報道したところによれば、新型艦上戦闘機が開発中で、2021年に初飛行する可能性があるとされていて、この戦闘機が F-31 の派生型ではないかと見られている。ネット上では、遼寧、山東の両空母の機関が故障しがちである。ことや、艦載機もエンジンに問題を抱えていることから、中国空母を恐れるに、足らずとの空気が漂っていて、その他にも、潜水艦能力、対潜哨戒能力、掃海能力などに問題を抱えている中国海軍は、まだまだ脅威ではないとして、楽観視する声が多い。ここ数年の中国海軍の増強ぶりにしても、かつては中国海軍と米海軍が、衝突したとして、中国海軍が優位を保てるのはせいぜい数日レベルだったのが、ここ数年で数日が十数日になったくらいのもの。と軽視する向きが多いが、2012年の遼寧、就役からの9年間で形の上では、空母打撃群を構成できる海軍に成長しているのは、紛れもない事実だ。先に、米軍のデイビッドソンインド太平洋軍司令官が、中国は、今後6年以内に台湾に侵攻するとした6年後、中国海軍が米海軍と、対等に戦えるほどの能力を持つ可能性は否定できないのである。